はい、どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は2月27日です。種まき3日目でございましてですね、順調に進んでおります。天気もね良くて、すごくねあったかい日が続いてね、種まきするにはまあ絶好の日和なのかなというような感じですね。今ね朝7時40分過ぎなんですけど、ちょっと今日寒いですね。やっぱり昨日晴れてて今日もがっつり晴れる予定でございましたね。放射冷却っていうんですかね、冷え込みが結構ねありましたね今朝はね。でもこれからね本日はすごく暖かくなると、2桁数字いくんかな、11度くらいっていう風な書いてましたんでね、まあ寒暖差が激しいという形になってきますけども、体調崩しやすい春になってきますんで、皆様方もですね体調の方にお気をつけて作業の方で、ね、されていただきますようお願いいたします。では今日の本題なんですけども、インスタグラムとツイッターとか私やってまして、そちらでもよくね質問 DM とかで来たりするんですよ。で、まあとある質問でですね、監修がね4トン取れてるんだけども、それでもやっぱりね結構きついよと、いろいろこう差し引いたりとかしても4トンでもちょっときついかなっていう風にね来てるんですけども、岩本さんがこうやってて、まあ、4トンとか十分取ってる数字だと思うんですけども、そこからさらに経費削減であったりだとか、利益を残すためにだったりとか、どういった考え方でやってるんですかとかありますし、まあ、あの去年ね私最高単収5トン、まあ、平均で 4.5 トンほど取っているんですけども、まあ、その中でもネギビトカンパニーさんにあの尋ねて、まあ、やり方をこう見て聞いて教わってやる中で、なぜ今よりも収量増やしたいんですかとか、あのよく聞かれるんですよね。なので今日はねその考え方についてちょっとねお伝えしていこうかなというふうに思います。まあ、そんなにね私も、まあ、4.5 トン取ってるから結構裕福ですよというわけでもないです。まあ、農家なんで別に裕福とかないんですけども、基本的な考え方としてやっぱり商売として成り立たせていくためにはどうしたらいいかというような感じですよね。これについてねちょっとやっぱりね考えるところはしっかりと考えて、利益を残していくような形でやっていかないとなかなか厳しいよという感じでございますよね。まあ今日はねそのあたりでちょっとね考え方についてお伝えしていこうかなというふうに思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。はい、それではね早速やっていってみましょう。まずね大前提としましては、やっぱりね野菜なんで、どんな野菜もそうなんですけども、まあ相場になってくるんですよねやっぱりね。なのであのいい時もあれば悪い時もあるよというような感じなんですけども、こと長ネギに関しましてはね、そんなに振れ幅ないわけじゃない。まあ産地間によっていろいろこうあるとは思うんですけれども、時期が来ればね物が出回る時期になればやっぱりね多少相場は下がってきますけれども、それでもやっぱりねそこそこ普通に安定してて、そんなに悪い数字っていうか相場が悪くはなりづらい野菜なのかなと、商品力がある野菜なんじゃないかなというのが長ネギとトマトでございますよね。かといって過去何年間のうちの野菜の、まあ、ネギの値段見てると別に変わらないと、他の野菜もそうだと思うんですけども、まあ値段は変わらない、私たちの販売価格は変わらないけども、経費は上がるっていうところなんですよね。まあ経費は上がってますよねやっぱりね。本当にねいろんなものが上がってる。例えばこの見えるかなというふうに思うんですけども、ビニールですよね。このビニールハウスもそうですし、被覆トンネル作るためのビニールもそうでございますよね。まあいろんなものですよね。で今ストーブ炊いてますけども、ここでねストーブの灯油は上がってる、燃料も上がってる、トラクターの軽油も上がってると、まあいろいろこう上がってるもんですよね。機械の値段もねずっつん上がってますしね、本当に機械の値段もね上がってる。トラクターもね、一昔前だとうちのジョンディアキャビン付きでなんぼだったかな、あれ56馬力なんですけども、50馬力台のあのキャビン付きのトラクターが500万で買えたんですよ。今もう800万くらいしますもんね、あのサイズになってくるとね、700、800かそれくらいになってきますし、まあ、私が買ったトラクターとかでも400万とかいう形でだいぶね値段が上がってきている。で野菜の値段変わらないという形です。じゃあどうするべきかなというのを考えていかなきゃならないです。まあこと長ネギに関しましてなんですけども、まあ、私たちはですね長ネギ、このチェーンポットを使って栽培するわけですね。これはまあ CP303 というね、チェーンポットでございます。264穴、この蛇腹になったものですね。この中に3センチ×3センチの六角形が264という数字で入ってるんですけども、これのオーソドックスなやり方というのはやっぱり二流という形ですよね。なのでちょっと計算しますと、二流巻き264の穴に二流巻きますと、これが528本ですね。まあ528本をこの中でネギができてくるという形です。ここにまあちょっと見切れてますけども、今年やっている私のやり方でございますと、これは 2.5 流なんですよ。 264×2.5 で660ですよね。なので同じこのチェーンポットを使ったとしても、同じバイド使ったとしても、264穴で同じものの中に528本と660ですよね、引く528は132本変わってくるわけなんですよ。一つのこのチェーンポットで132本変わってきます。なので132
32本とすると、これが例えば L でできましたという形ですとね、 L だと45本なんですよ。例えばこれが45本 L でできました、1箱5キロ45本だとしますと 2.933333 ってできますね。まあおおよそ3箱できるかできないかくらいだと思っていただけたらいいかと思うんですけども、で3箱違うんですよ。3箱って言ったら、まあ、大体1500円だとしたら、まあ、4500円変わってくるわけですよ。この一つのチェーンポットの中で4500円分変わってくるわけなんですよね。これがチリツモなんですよ。で4500円が例えば私の場合ですと80枚一旦で使います。このね苗箱を80枚一旦とした時に4500円が80枚分だとしたら36万です。36万円分二流と例えばこの 2.5 流でやったとした時に変わってくるわけなんです。かなりの数字ですよね。そう考えると36万違うんですよ一旦分で。で一旦分で36万違いますと、まあ、私今年あの8旦作っていくんですけども、じゃあ8旦にしましょうと、今年その 2.5 流でやるのを、そうですね、ハウスネギ1旦分、それから路地ネギで4旦分なんで5旦分ですね。5旦分なんで180万分 2.5 流でやると増えてくるわけなんです。普通にとって何もね欠損しなければ、ぶどまり 100% で180万違ってくるわけなんですよ。すごくないですか、180万分。しかも同じ培道、同じ覆道、それから補助を行っても、まあ肥料とかあの入れるのは同じじゃないですか。一旦分作度10センチで肥料を撒きましたとした時に同じ分の肥料を使っていくわけなんですけども、そうすると全然変わってくるわけなんですよね。同じ経費、同じものを使ってても180万分こちら 2.5 流でやると増えてくるという形でございます。まあ前半戦の5単分をそうやってやっていきます。で後半戦の今度4単分ですよね。4単分を今度私あの LP ですね、303って言いまして、これがまあ5センチ間隔なんですけども、10センチの間隔のもの、これを使います。後半戦は10センチの間隔でそれを今度ですね4流で巻いていくという形で、これがまあネギビトさんのやり方なんですけども、264ケツで同じなんですけども、要は264ケツで同じだけのコストかけてで、まあ、10センチで4流なんで半分で済む形になってくるんですよね、この作っていくものが。なので80枚必要だった長ネギの苗箱が40枚で済むような形になってきます。なので結構これもですねコスト半分になってくるわけなんですね。今やってるのはコストが同じで本数が増えるっていう形です。それから今度やっていく LP っていうのは同じもの使ってても苗箱が半分になるんでコストが半分になってくるよという形です。まあどっちがいいかちょっとね私もやってみないとあれなんですけれども、おそらく本数増える方が金額は残るはずなんですけれども、苗箱のその置くスペースであったりだとか、どうしても育苗のするスペースとかっていうのも限られてきますね。で今後私が考えるのはもっと増やしていきたい、長ネギの補助を増やして長ネギの数量を増やしていきたいと思っております。同じこのハウスの中で育苗するにしても育苗スペースが半分で済むわけですね。ギュッとこう詰まった育苗ができるわけです。なので、まあ、今後も見据えて 2.5 流の苗を作っていく技術、それからLP で A4 流で苗を作って補助を行って栽培する技術、これを私は身につけたかったんですよ。なのでネギ人さんのトラちゃんに出会ったっていう形なんですよね。なのでねあの私としては今後も見据えるとやっぱりねちょっと同じ経費これからも上がるでしょうという形でございますよね。下がることはないでしょう。経費っていうのは全てやっぱりかかってくるものはかかってきますし、コストっていうのはやっぱり増えていくわけですよね。まあ情勢的にって言いますか世の中ね。でその時にまあ野菜の値段はまずそんなに変わらないという形であれば、やっぱりねちょっと増やしていく形を取らなきゃいけないというふうに思っております。その時にコストをじゃあどうやって稼いでいくのかと、減らしていくのかっていうことを考えると、やっぱりね 2.5 流で本数を増やすか、苗箱を半分に減らして育苗スペースを減らしてもっと並べて面積を広げていく、そんな形でまあ考えているっていうのが今の現状なんですよね。コストは変わらないっていうか、むしろ増えてる。で野菜の値段っていうのはまあ変わらない、むしろ下がってる時もあるって、上がることはないっていうね、まあこれはもう変えられない、私たちにはもう変えられない状況でございます。例えばそうですね、まあ私も前やってましたけど蕎麦屋であったりだとかラーメン屋であったりだとか、まあそういったところに販売するとしてもそんなに変わんないんですよ。なので契約でそうやって出しててもまあ変わらないですよね、うん、なのでまあ単価っていうのはねまずベラボーに変わらないところを見据えて、やっぱり経費ですよね、これからかかっていくコストも見据えるとしっかりとねちょっとその辺を考えて、いかにこう同じ面積であれば増やしていけれるか、
それからコストを下げれるような工夫ですよね。これをしていくかっていうのがね、すごく大事なんじゃないかなというふうに思っております。同じ補助で同じ一旦でやるんであれば、180万取れる方、 L の45本で数えましたけども、 2L で、まあ、同じだけの数量を出していくと、またさらにね200万超えてくるのかな、まあ、そんな形で全然ね数字が違ってきますので、皆様方のまあ一つのね考え方のお役に立てられれば幸いなんですけども、基本やっぱりね 2.5 流、同じ面積でやるのは 2.5 流とかでやった方が儲かりますし、コスト減らすんであれば LP の4流ですよね、10センチ4流でやる方が、まあコストは下がってくるのかなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画は以上です。いかがだったでしょうか。まあ野菜の値段は変わらないけれども、コストは増えてるっていうところでね、じゃあどうやって埋めていくんだいという形ですよね。まあこの考え方について皆様方とね、この動画でね意見交換できればいいなというふうに思いますし、俺こういうふうに考えてやってるよであったりとか、そういったものもね教えていただければ幸いかなというふうに思います。なので、まあ、私のこの腕だと LP の4流でやったことなかったんですよ。それを知りたかったんですよね。なので、まあ、トラちゃんの扉をノックしたっていう形なんですけども、まあ、育苗とか生育はやっぱり難しくなってくるのは間違いないんですよ。密植になってくるからね。そう考えた時に、それでもやっぱりねコストを減らしていく方法、本数を増やしていく方法、これを取らないとやっぱり生き残っていけないから、自己研鑽していくしかないんじゃないかと私も思っております。はい、私インスタグラムとツイッターもやってますんで、よろしければそちらのフォローもぜひお願いいたします。それから皆様方、いつもご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にねありがとうございます。励みになっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。したっけで、ご視聴ありがとうございました。